ウィリアム・ハイド・ウォーラストーンは、イギリスの科学者、物理学者、天文学者である。1803年にロジウム、パラジウムを発見した。他に、1802年太陽光のスペクトルの中に、太陽の元素により吸収されてできる暗線のあることを見出した。プラチナの生成法も開発した。ノーフォークのイースト・ドレアムに、生殖者の息子として生まれた。 イギリスのケンブリッジで薬学を学び、一時開業医となるが、1800年からは開発したプラチナの生成法による器具の販売の収入で、科学の研究に専念した。プラチナの鉱石を酸で処理し、不純物を除去した後、粉末や金包に似た方法で転生のあるプラチナ金属を生成した。プラチナ鉱石からパラジウムとロジウムを分離した。パラジウムは、 1802年に発見された小惑星パラスから命名された。ロジウムはロジウムの作る塩がバラ色であることから命名された。1809年、タンタルとニオブを同じ元素とみなし統合したが、後に誤りと判明した。太陽スペクトルの研究、木星の観測などの天文学的活動のほか、光学装置ではカメラルシダを発明し、 ウォラストンプリズムにも名前を残している。晩年は電気モーターの研究も行っている。1793年から王立協会の会員となり、1820年には会長に選ばれた。生前には地質学との関わりはほとんどなかったが、遺言によって優れた業績を挙げた地質学者を検証するウォラストンメダルが創設されている。チリサイ南部のボラストン諸島は、 彼の名にちなんで付けられた。ありがとうございます。